ケラマ諸島は沖縄本島南部の那覇市から西に約40キロメートルの東、シナ海に点在する大小20余りの島からなる島諸群である。沖縄県に属する沖縄諸島に含まれる。行政上は、渡河式島を中心とする渡河式村とザマミ島を中心とするザマミ村の2村に分かれている。貴重な生物も多く生息する自然にあふれた離島であり、 沖縄本島のようにとしかされていない。北海域線よりも高緯度にあるため、完全な熱帯ではないが、亜熱帯地域ではある。欠片の気候区分では、今度と同じ温暖湿潤気候に分類される。2005年11月、都科敷島西部の海域120ヘクタールと、ザマミ島と赤島の間の無人島を含む、海域233ヘクタールが、ケラマ諸島海域という名称で、 ラムサール条約登録地となった。また、2014年3月5日には諸島及び周辺海域がケラマ諸島国立公園に指定された。世界でも有数の透明度という海はスクーバダイビングやホエールウォッチングのポイントとして人気が高い。また、ケラマジカはケラマ諸島に固有の鹿であり、ここにしか生息しない。このうち、ヤカヒ島、ゲルマ島に住むものは、 天然記念物に指定されている。諸島外との交通は、那覇港との間に、各村営による航路が開設されているほか、ケラマ空港が、外地島に設置されている。沖縄本島には、ケラマーミーユシが町ゲミーランということ技がある。ケイセ島、黒島、果手島、中島、舞島、ギシップ島、城島とか式島、離島、雲島、ザマミ島、一二三一、伊シャ釈島に、海島三 アゲナ式島赤島アムロ島ゲルマ島外地島、オウ島、ヤカヒ島、クバ島沖縄本島東、シナ海ケラマ諸島の地図、各村に含まれる島は下記の通りである。この中で有人島は、トカシキ島、ザマミ島、赤島、ゲルマ島、前島の5島のみである。面積0 0 1トル以上の島の数は36島。また、赤島、 ゲルマ島、外地島は橋によってつながっている。なお、歴史的には、ケイラ、マシマと呼ばれたことがある。トカシキ島、アハレンビーチザマミ島アシンビーチ。ありがとうございます。